はい、どうも、こんにちは。はい、このチャンネルは、兵働鉄理の一人遊びのチャンネルの、芸人の兵働鉄リーです。よろしくお願いします。<手>はい、このチャンネルはですね、えー、高校野球、えー、地方大会や甲子園の結果を想していくチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、そして野球が大好きな方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。 さあ、ということで行きたいんですけど、ちょっと若干声が枯れてます。えー、申し訳ございません。あのー、パワースピの方のチャンネルでね、えー、合宿行ってたんですけど、えー、はい、全速で喉がやられました。はい、すいません。えー、高校野球がね、 明日から始まるということで、僕もちょっとスケジュールがパツンパツンの中急いで今この動画を撮ってるので、おそらく編集がテロップがないかもしれません。今日上がる動画、今日が優勝予想の動画、そしてこの後もう一つ上がる動画が明日の勝利予想の動画なんですけど、ちょっと編集がテロップなしでいくんですけど、もうほぼノーカットで、このまま動画を出したいなと思いますので、どうか皆さん最後まで見てほしいなと思うのと、 皆さんも、え、コメントの方で、え、どこが優勝するのか、え、優勝と準優勝を当ててみたいなと思うので、ぜひ皆さんもコメントでね、いろんな意見もらえたらなと思いますが、ちょっと動画本当はもうちょっと早く上げたかったんですが、本当にちょっと時間がなくてですね、えー、なんとか今日上げてるっていう感じなんで、皆さんどうかご了承ください。さあ、ということで行きましょう。第95回記念大会ですね。選抜甲子園の優勝予想 さあ行きたいなと思うんですけど、組み合わせが決まりましたよね。えー、まずこの組み合わせをパッて見た時の第一印象は、綺麗に、綺麗にこう、競合校が分かれたかなっていう感じですかね。えー、まあ、ベスト8、えー、ベスト8として見た時にブロックで見たらですね、 まあ一番左のブロック、あ、ごめんなさい、ベスト4ですね。四つに分けたときに、まず一番左のトーナメントのブロック、作新学院、それから英明高校、智弁和歌山、それから東北高校、それから山梨学院、えー、強くここいますね。で、二つ目のブロック、ね、北陸高校、それから理政社、それから仙台松戸、それから長崎海星、二松学者、そして高齢高校ってね、 強いとこがいます。そして三つ目、え、鶴ヶケ妃、それから大阪桐蔭、えー、そして東海大菅生、クラーク国際、大垣日大、沖縄小学。ね、ここも注目校が多いですね。そして最終ブロック、ここも激戦区です。東邦高校、えー、それから高松商業、宝徳学園、えー、龍谷大平安、仙台育英、慶応これはね、 めちゃくちゃ楽しい組み合わせだなと思ってます。そんな中、やっぱり頭一つ抜け出てるのはやっぱり広陵高校と大阪党員。この二つが筆頭かなと思います。そんな中、その大阪党員と広陵に変わらず引きを取らないのが、やっぱり仙台育英ですかね。この三強になるんじゃないんですかね。 えー、仙台育英と変わらず東北も強いとは思うんですけど、まあ、やっぱり広陵高校大阪党院が筆頭。実力で言ったらね。えー、そこについてくるのが仙台育英。えー、さらにそこの下についてくるのが、まあ、やっぱり東海大菅生であったり、沖縄小学であったり、東邦高校。えー、さらには報徳学園。えー、このあたりが実力者なのかなと思うので、四つ目のブロック、そのうちの、えー、東邦高校、それから報徳学園。 それから仙台育英。この三つが締めくくるここのブロックっていうのは激戦区かなというふうにも思っていますし、えー、大阪桐蔭のブロックも、えー、先ほど名前挙げた東海大菅生、それから沖縄小学とか、えー、それから鶴ヶ岐とか、えー、クラーク国際、もう強豪校がたくさんいる中、えー、まあ実力的にも、組み合わせ的にも、えー、考えたら、やっぱり優勝候補は大阪桐蔭と桐陵この二強かなと思います。 で、じゃあ、僕の中で優勝候補この2校なんですけど、じゃあどっちが優勝でどっちが準優勝かっていうのを見た時、僕いつもね、夏の大会から去年からやってるんですけど、やっぱりそこまでの組み合わせの戦い方が、やっぱり決勝って甲子園は大事かなと思ってて、えー、その決勝に行くまでにどんだけのエースピッチャー、ね、えー、いいピッチャーを温存できるかっていうのもすごい大事で、ただ、 大阪桐蔭クラスになると、結局、2番手、3番手、4番手が、他の高校行ったらエース級のピッチャーがいるから、あんまり関係ないよねっていうところもあるんですけど、やっぱり大阪桐蔭が怖いのって、いつも甲子園で言われてるんですけど、初戦が弱いんですよ。どうしても打線が硬くなる。そんな中、初戦の相手が鶴賀気比え、まあ一応ね、え、北新越大会では、まあ北陸高校に敗れて、福井県代表1位だったんですけど、福井県代表の3位の、 えー、北陸高校に敗れて、えー、明治神宮大会には出てないんですが、実力だけで言ったら明治神宮大会に出れてるような実力の高校だったはずなんですよ。だからこそ、この初戦の大阪党員っていうのは結構、敦賀景比っていうのは、ワンチャン負ける可能性もある、リスクの高いところかなと思います。なんで大阪党員多分ここで前田くん、エースピッチャーの前田くんが投げてくるんじゃないかなと思っています。で、広陵高校も、一応初戦の相手が二升学者大付属、 ね、一年生の4番バッターで去年夏活躍した子が今だ残っています。えー、全然油断はできないんですが、ブロック的に見たときに、大阪桐蔭のブロックほど、強豪校が締めくくる中ではないのかなと思いながら、えー、ベスト4まで行くとかなりきついと思うんですけど、まあ、1回戦、2回戦、3回戦は大阪桐蔭ほど、えー、ピッチャーを要しないんじゃないかなと思っています。 まあ、広陵高校自体もね、真鍋くんとかバッティングいい選手がいっぱいいますから、えー、広陵高校は順調に勝ち上がった中で、決勝の大阪桐蔭戦は、僕ね、優勝予想ね、高陵にしたいと思います。はい。95回記念大会の選抜甲子園の優勝予想。大阪桐蔭ではなく広陵。そして準優勝が大阪桐蔭。えー、そしてダークホースが仙台育英。これでいきたいなと思います。はい。 おそらく順当に僕の予想通り行けば、大阪桐蔭対仙台育英がベスト4で当たるんじゃないかなと思うんですが、ここから、毎日毎日勝利予想動画を上げていきます。そんな中で、やっぱりこの展開だったりとか、この甲子園っていうね、魔物を味方にしてるチームが勝つと思うんで、おそらく勝利予想は変わると思います。 今、現段階の大会前では勝利予想、優勝予想っていうのは、えー、広陵高校、準優勝が大阪桐蔭っていう予想なんですが、おそらく、えー、その通りいかないと思ってます。えー、何がわかるか。 わからないので。えー、そんな中で、えー、僕の優勝予想とは別で、毎日勝利予想っていうのを上げていきたいなと思いますので、えー、この後勝利予想の動画も撮って、それも YouTube の方に上げますので、ぜひ皆さんね、いろんなコメントをもらえたらなと思いますし、いろんな議論をしてもらってね、僕もそのコメントを見ることによって勉強できますので、ぜひ皆さんも一緒に、えー、この甲子園をね、楽しく見ていきましょう。えー、なるべく甲子園の生配信、 一緒にね、同時視聴っていうのをね、えー、できるような環境にしていきたいなと思ってます。えー、まあ、スケジュール次第なんですが、えー、ちょっと空きができそうな感じもあるので、えー、甲子園と一緒に生配信できたらなと思っておりますので、皆さんも一緒に見てください。はい、ということでこの動画はここまでとなります。えー、このチャンネルが面白いなと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは